偽りのない声。曲を聴き終えたグレーからこぼれたのは、言葉ではなく、涙だった。それは言葉よりもずっと雄弁だったが、レオナは何も言えずにいた。すみません。レオナさんの曲を聴いてると、なんかこう、あの時こうしてたら今頃は、みたいな、そんな気持ちが無限に湧き上がってくるというか、自分の中の後悔を呼び起こされる気がします。グレイっていい聞き手だね。いや、そんなこと。別に音楽のことも詳しくないですし。いやいや、自分で作ってても言われてみるまでわからないもんだなって。グレイだってきっと自分の良さに気づいていないだけだよ。ごめん、また変なこと言っちゃったかな。違うんです、そうじゃなくて、私って本当普通なんです。というか、悲しいほど自分がないんで。どういう意味？カメレオンみたいに付き合ってる相手次第で変わっちゃうというか、悪い意味で。でも僕、私にとってはいいファンだよ。それはレオナさんだからですよ。私なんて、私高一なんだよね。明かしてないけど。嘘。グレイは？私もです。じゃあ私のことはレオナでいいよ。変に敬語使われるのも苦しいし。レオナ。そんなに恥ずかしがられると、呼ばれたこっちまで恥ずかしくなってくるよ。なぜグレイは僕の曲を聴いて自殺したのか、ここまで思い出した限り、その理由どころか兆候さえ見当たらなかった。この暗い青の中、今日もこれじゃないってことだけが突きつけられてる。大人になる瞬間があるって信じてるのは子供だけだ。妄想なメッセージでも理想的な愛でもない。そんな非常に満ちた日常の機微を代弁する。僕らはまだ物語の傍観者だ。それは非常に満ちた小さな歌。お空を見上げた時、憧れよりも諦めを感じた。自分を映す鏡なんて必要ないよ。僕はここにも明日が来て、不透明な社会へと溶け込んでいくのだろうか。第2話、グレイこと灰谷エナの場合。憧れだったアーティストレオナに会えた夜、彼女の曲を聴き終えた瞬間、私は飛び降りた。